よ今週から4週にわたってお送りいたしますタイトルマッチ秋の陣。今夜はまずインターナショナルタッグ選手権が、紅葉の真っ盛り北海道の旭川市体育館でこれより行われようとしております。タイトルマッチ第1弾として行われます。旭川地方は七日までの実が真っ赤に色づいたこのところの旭川地方でございます。まず選手が入場してまいりました。インターナショナルタッグ選手権者チーム今夜10回目の防衛戦を迎えます。53年の5月11日以来すでに1年5ヶ月タイトルを保持しております。しかも78年の世界最強タッグ決定リーグ戦の優勝チームにふさわしい内容の過去の防衛の数々であります。さて音楽が変わりました。チャレンジャーチームがこれより登場してまいります。恐怖のブラックパワーチーム、アブダラドブッチャー、レイキャンディー組、攻めもそれから守りも超一流のチームであります。先に登場した本体ジャイアント馬場選手もかつてない非常に怖い相手だというふうに言っておりました。さあセットのパートナーレイキャンディーが先頭、その後ろにアブダラドブッチャー悠々と今登場してまいりました。これよりリング上ではタイトルマッチ宣言が読み上げられるものと思われます。タイトルマッチ宣言の前にまず日本テレビから両チームそしてレフリーに花束が贈られました。チャンピオンベルトを持っておりますチャンピオンチームジャイアント馬場そしてジャンボ鶴田組、これより札幌テレビの宮崎武史報道制作局長によりましてタイトルマッチ宣言が読み上げられます。札幌テレビ宮崎報道制作局長より選手権試合宣言でございます。この試合は NWA が認可し TWF が認定するインターナショナルタッグ選手権戦試合であることを宣言する。1979年10月12日ナショナルレスリングアライアンス会長ボブ・ガイセン、パシフィック・レスリング・フェデレーション会長ロード・プレイヤー。タイトルマッチ宣言が読み上げられている間にチャレンジャーチームのセコンドにビッグバッド王それからビッグレッドの2人がセコンドに入りました。一時チャンピオンベルトが本部の方に預けられます。日本のプロレスの歴史とともに歩きました由緒あるチャンピオンベルトであります。チャンピオンチーム10回目の防衛戦、これより両チームの紹介であります。紹介されます。NWA 会長のボブ・ガイゲルに見出された男であります。そしてアブドラド・ブッチャー、パートナーに恵まれましてタイトル奪取最大のチャンスです。このシリーズは全勝を約束しました。ジャンボ鶴田。タイトルは赤信号ですがどう乗り切りますか。ジャイアント馬場であります。インターナショナルタッグ選手権試合10回目の防衛戦ということで城樋口レフリーもかなり入念なボディチェック今行われております。さて田澤さん、はい、このインタータッグ選手権いよいよ10回目大台に乗るかどうかというところなんですけれども、まあ、チャレンジャーチームがですね素晴らしいチームなだけに何かこのスリリングなタイトルマッチになりそうですね。そうですよ、今度のねそのチャレンジャーチームってのはまあ今までになかったね、はい強力なチームですね。でこのシリーズ最初から見ておりますがブッチャーもね今度はね、いいパートナーを得て自分の思うように動かせるですね、はい力のあるパートナーですね。だもんだから本人も非常にあの今度は勝負にがめつかったですね。なるほど。で第一戦でもね、とにかくまあ3人タッグですか、これでも鶴田君のちょっとした甘さですね。鶴田君のあの非常にうまくいった場合に甘さが出る、はい、それをうまく捉えてですね、1本取ったと、はい、それから第2戦でも大宮でしたかな、馬場君から1本取ってますね。さあ60分の3本勝負のインターナショナルタグ選手権試合1本目の勝負が始まりました。先陣を切りましてまずジャンボ鶴田が登場。相手チームはこの男です。レイ・キャンディーであります。パワーあるし力はあるしね、大変な実力者ですよ。その上、チームリーダーのねブッチャーの思うように動くんですからね、はい、
このインターナショナルタッグ選手権試合は今夜と来週の放送郡山と2回にわたってお送りするわけなんですけれども、チャンピオンチームは2度とも完全防衛を狙っております。というのも田澤さん、はい、目前にですね、はい、NWA 世界ヘビー級選手権を控えているだけに、いわゆるこの最大のポイントである NWA 世界ヘビー級選手権に勝ちムードで臨みたいところですからね。そうなんですよ、賃貸ムードになっちゃいけませんからね、はい、しかも由緒のある日本のプロレスとしてはね、このタイトルってのは非常に由緒があるわけですから。そうですね、チャレンジャーチームの御大将アブドラザ・ブッチャーが今セコンドでおります。うろついています。時折ブロックサインを出しておりますチームリーダーのアブドラザ・ブッチャーでございます。まあ、必要にインタータッグのベルトを狙っておりましたこのアブドラザ・ブッチャー、まあ、過去ブラジル、それから大きいブラジルをパートナーにして挑戦したんですけれども、まあ、どちらかと言いますとね、過去のパートナーはあまりにもブッチャーの存在が大きいだけにですね、パートナーが何て言うんでしょうか、霞んでしまったというような感じを受けましたね。いや、それにね、うまく息が合わなかったですね、はい、パートナーはパートナーでそれぞれ、自分勝手な動きもあったし、ね、そうですね。しかし今夜のパートナーレイキャンディーは違います。言う通りに動く、はい、しかもね、ブラジルの前世時代ね、私若い頃見てますが、それむしろ以上と思うな。あ、そうですか。改めてご紹介いたしますと、身長が195センチ、140キロ、この体重はアブドラザ・ブッチャーと同じ体重でございます。チャレンジャーチームのトータルは280キロ、それからインターナショナルタッグ選手権者チームトータルは260キロ、重さで20キロ差をつけられました。10回目の防衛戦であります。いや、それだけでもね、かなりのハンディーですよね。そうですね。さあ、このインタータッグ10回目の大台いかがですかというふうにジャイアント馬場選手に聞いてみたんですけれども、何しろ技の通じない相手だけにですね、僕のインサイドワーク遺憾によるなということを言っておりました。それからジャンボ鶴田の動きを非常に買っておりまして、鶴田の動き遺憾によるなということもつぶやいておりました。チャンピオンチームであります。鶴田君でちょっと心配なのは、うまく鶴田君のいい技が入った後ね、ちょっとしたその隙の出る甘さがあるんですよね。なるほど。で、先ほども控え室で言ったんですが、それを出さんでもらいたいということを私は言いました。はい、爪の甘さですか。そうなんです。なるほどね。さあ、本体のジャイアント馬場がここで登場してまいりますが、レイキャンディーは因縁の相手をよく知っておりまして、アブドラザ・ブッチャーに預けました。早くも地獄突きの攻撃、強烈に攻撃を仕掛けてまいりました。正面からヘッドバット、さあものすごいスピードだ、スピードに乗りましたアブドラザ・ブッチャーの攻撃、さあチョップで返す、1対1の対決になりました。インタータッグ選手権、ちょっとうまくディフェンス、非常に速い動きだ。ジャイアント馬場空手殺法、極意を出しました。いい表情をしております。チャレンジャーチームの今夜のアブドラザ・ブッチャー、さあサードロープを利用して、おっとサイドからのヘッドバットを果敢に攻めます。レイアント馬場が倒れた。ここでレイキャンディーに渡す、そのまま覆いかぶさった。1本目どうだ、返しました、馬場返しました。なかなかスピーディーなタッチプレーですね。そうなんですよ、いいプレーですね。ついこの2人のね、息が合ってますね。共にジョージア州のアトランタ出身なんですけれども、アトランタのリング上では過去まだ1回もタグチームを組んだことがないというふうにレイキャンディーは言っておりました。しかしレイキャンディーは世界一強い男アブドラザ・ブッチャーのパートナーに選ばれて防衛であるということも言っておりました。さあ今度はそのレイキャンディーが登場して、ジャイアント馬も必死で返します。1対1の対決になりました。初めての来日、非常に強い上手い選手です、レイキャンディー。さあ今度は若いジャンボ鶴田にレイキャンディーを渡した。なかなかいい攻撃を仕掛けています、ジャンボ鶴田であります。さあ大きくレイキャンディーを飛ばして、ドロップキック、今のは良かったね。いい角度で当たりましたね、ハイアングルにも当たりました。このまま片指の体勢ですが、アブドラザ・ブッチャー片足で相手の頭を突きました。フォーフォローに出ました。そして今度はブレンバスターの体勢か、ジャンボ鶴田。こっちのコーナーも私はまずいですね。まずいですね。さあどうしてもチャレンジャーチームのコーナーでの試合が多くなってまいりました。1本目スラックから突き攻撃、正面からアッションのどつき、ヘッドバットに見せかけたいわゆるフェントモーションからいきました。地獄突き功を奏しました。そして狂気シューズ攻撃、胃袋の当たりを蹴りました。大きく腰に乗せて腰投げ、いいポジションを取りました。さあ高さを落とします、地獄突きを落としました。ちょっと苦い表情ジャンボ鶴田、焦ってはいけません、焦ってはいけません。60分の3本勝負、10回目のタイトルマッチであります。おっとハマット攻撃、狂気シューズ攻撃、喉元へ
手が出ません。古田手が出ません。いいですね、ブッチャーがね。実にね、ブッチャー今度はがめついですよ。そうですね。そういえばもうこのシリーズ大宮大会で2本目の勝利だったんですけれども、ジャイアント馬場選手もブッチャーから1本取られてますね。取られてるんですよ。それから後楽園大会の時にはこれはシックスメンタグマッチだったわけですけれども、本体のジャイアント馬場、ジャンボ鶴田はいわゆるこのレイキャンディ、そしてアブダドブッチャー以外の選手に的を絞っておりました。非常にこの2人を嫌っておりますジャイアント馬場、ジャンボ鶴田であります。締まり返りました、旭川市体育館であります。おっと、これはいい攻撃ですね。さすがにまあ体が大きいだけにこういう締め技が効きますね。いますよ、自力がありますからね、はい、完全とベアハグ攻撃に出ました。レイキャンディーです。いろいろな技を持っておりますこのレイキャンディー。大きな拳打ち、右のパンチにはパンチ力を秘めています。ボクシングの経験もありました。これはね、ブラジルの若い時よりもね、私むしろこっちの方が上のような気がするな。羽がありますね、はい、さあ空折りの体勢、そしておっとサードロープからジャンプ1番、正面に当たりました。そして左足をキャンパスにつけたところ、これはいい攻撃です。ジャンボ鶴田はちょっと攻撃体勢に移ることができません。場外におっぽり投げました、掴んで投げました。ジャンボ鶴田背中から落ちました。いい攻撃を見せます。チャレンジャーチーム、どうしても過去大きいブラジル、こういったあたりとチームを組んだんですが、タイトル奪取に成功に終わっております。アブドラドブッチャー、今回はいいパートナーに恵まれました。レイキャンディがヘッドバット、そして右の腕をジャンボ鶴田の首の外側に巻きました。2人がかりか、スープラトンでいくか。スープラトンのタックル攻撃、ショルダータックル功を奏しました。鶴田がもう吹っ飛びましたね、吹っ飛んだぞ。それに今のショックは相当ありますね。相当ありますね、ちょっとジャンボ鶴田の表情が青白くなってまいりました。大柄のレイキャンディーがよく返しました。抱え投げ直角に落とした。鶴田攻撃、手が出ません。鶴田手が出ません。一発返した、しかし力がない。チョップ、これも力がない。レイキャンディー今度は顔面にヘッドバット、正面からぶつかり合います。さあ怒った、鶴田怒りました。鶴田が行く、鶴田が行く、チョップで返します。さあ独裁するレイキャンディー、今度はどういう技で持っていくか。これはスープレックスの形になったが、サイドで投げられるか。相手は140キロ投げ飛ばしました。サイドストープレックス、さあそのままブッチャー入った。ブッチャーの狂気、脳天に突き刺さります。いいコンビネーション、速いタッチプレー、ゴーフォローに出ました。冷静に試合を見ております。今夜のアブダブダブッチャー、さあジャイアントママ、これは16本、これは小さそう。さあママ1本目、チャンピオンチームか。アスパラのコンビが悪いですね。まあ、ジャイアント馬場選手もこれは絶対に決めるというふうに右の足を突き出したんですけれども、よく見ておりました。ジャンピング2パット連続波状攻撃、さあ日本チーム1本目先制のチャンス。ああこれはよかった、カウントが入りました。見事でした。鶴田やりました、1本目いい連携でした。りました、いい連携プレーですね。ジャンボ鶴田がレイキャンディを抑えました。1本目どうやら10回目の防衛戦、このままでいきますとストレート防衛の可能性も十分にあります。1本目チャンピオンチーム堂々、レイキャンディから1本もぎ取りました。堂々の勝利でございます。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は旭川市体育館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。レスラーになってみたいと思われる方、それからまたレスラーと一緒に練習をしてみたいと思われる方、一つご覧のお電話番号にお問い合わせをいただきたいと思います。全日本プロレスは東京世田谷区の絹田に大変立派な合宿所と道場を持っておりまして、そちらの方でジャンボ鶴田を筆頭に、連日連夜練習に励んでいるわけですけれども、そういった選手が皆様のお相手をいたしますので、体力に自信のある方はどうぞ東京 03-403-7344 に電話でお問い合わせいただきたいと思います。さてインターナショナルタッグ選手権、勝負の方は2本目に入りました。1本目小澤さん、鮮やかに決めましたね、はい、あの前にね、はい、馬場選手が16問で押された時もですね、鶴田君が早くね、カバーすれば良かったですね。そうですね、さあ2本目の勝負もレイキャンディとジャンボ鶴田の戦いになっております。ステップオーバーのトーホールドに出ようとするジャンボ鶴田、画前調子が出てまいりました。鶴田です。やはり1本取るということは気持ちの上で非常に楽になりますね。楽になりますね。
で今日はいつもあなたがないですからね。そうですね。あれが帰って薬になったかもしれない、はい、シーズンの初めね。そうですね、ここでまた皆様と大変、ビッグなニュースをお知らせしてまいりましょう。今入ったニュースですけれども、恒例の世界最強タッグ決定リーグ戦、すでに青写真の方が全日本プロレスから皆様方に発表になりましたけれども、まず今チームが出ておりますけれども、ザ・ファンクス、それからアブドラズ・ブッチャー、それからシーク組はどうやらシードされるというようなニュースが入りました。それから大変嬉しいニュースなんですけれども、マスカラス、それからドスカラスのマスカラスブラザーズの初参加がどうやら濃厚になってきたというようなニュースが今放送席に入りました。いや素晴らしいですね。楽しみですね。楽しみですね。あ、大した世界プロレスの最大の行事ですね。そうですね、というようなニュースが入っております。さてリング上、今度は1本目を取られましたので、アブダラザブッチャーがガゼン調子を出してまいります。地獄好きのラッシュを見せました。ジャイアントババタの一騎打ち、ディフェンスうまく防いでチョップで行く。さあチョップで行きます。ジャイアントババ大きくロープに飛ばして、今度は16の矢、逆水平、あった、空手の極意。ブッチャーのね、体チョップをなんだか今までよりも抑えてきますね。そうですね、今度は地獄好き、動きが速くなりました。技の展開が非常に速くなりました。アブドラザ・ブッチャーであります。しかしジャイアント・ババ選手も今打たれてますけれども、今日はなかなかいい、動きをしてますよね。そうなんです、ババ選手もよくやってますよ。そうですね。さあ、またしても若手のレイ・キャンディーに預けます。ただこのコーナーに行っちゃいけないな、向こう側に行かなくちゃ。まあ、チャレンジャーチームといたしましては1本目深くにも取られておりますだけに、この2本目は何としても取って1対1のタイスコアに結びつかないところでありましょう。ジャイアントババが今のうまかったですよ。チョップを突き出したところ、そしてジャンボ鶴田の左の足に預けました。ここで若さと若さの対決になりました。レイキャンディーとジャンボ鶴田であります。今日のジャンボ鶴田の働きは前半ちょっと苦しみましたけれども、よく働いてますね。よくやってますよ。そうですね、この間のような甘さはないです。なるほどね。インターナショナルタッグチャンピオンチーム、過去の防衛記録は初防衛が大きいキム毒組、それから2回目がロビンソンミラノ組、3回目マスカラスブラザーズ。このマスカラスブラザーズが今年の恒例の世界最強タッグリーグ戦の参加が濃厚になったというようなニュースでございました。そして4回目がブッチャーブラジル、5回目が大木キム毒組、6回目の防衛がイアウケア、そしてラシク組、7回目がザ・デストロイヤー、そしてビリーレッドライオン組、8回目がブッチャー大木組、9回目がブッチャーブラジル組であります。過去ブッチャーはパートナーを3人変えましてギタータッグに挑戦しておりますが、今夜は若手のレイキャンディ、非常にいいパートナーをつかみました。大きく6組飛ばして体当たり、ショルダーアタック、肩が当たります。深く入りました。いいタックルです。倒れ込みましたジャンボ鶴田、そして地獄好きです。これはたまらない、体が弓なりになりましたジャンボ鶴田。そして2人がかりのヘッドバットが、いや大きくロープに飛ばして、おジャンピングリーパット、リングの中央、ブッチャー倒れた、一発で倒しました。鶴田ジャンピングリーパットで一発で倒しました。今度は下位にトンピングであります。下位にトンピング、ロープの反動を利用して、あっと空手の極意、うまいディフェンスから攻撃、地獄好きを見せた。そしてレイキャンディーに渡します。あのつなぎがうまいですね。ちょうど初戦のね、はい、同じですね、今のはね、実にうまいつなぎを見せました。さあレイキャンディーが抱え投げ、そしてここは重大なポイントを迎えました。直ハリ戦法、こういう技があるんです。怖い。さあカウントは、おっと、あ、これは実にいいフォローでしたね。さあ入れ替わり、立ち替わり、タッチプレー、相手が変わります。ジャンボ鶴田がちょっとブロッキー状態、背中からアブドラザブッチャー、正面からレイキャンディー、そのまま覆いかぶさるが、どうだ、ちょっと体が大きいぞ、動けない、140キロ全体重を乗せかけられました。鶴田動けません。1対1、今日のは1対1、シーズン最初のね、初戦と同じ形でしたね。そうですね、いやチャンピオンチームは非常に動きの速かっただけに、しかもジャイアントババ選手の作戦通りに鶴田が動いてただけにですね、ストラット勝ちを、あるいは実現させるんではないかと思ったんですけれども、やはり強いチャレンジャーチームですね。実にブッチャーのあの地獄好きのフォローがね、実にうまいですね。ちょっと田山さんご覧ください、2人がかりのヘッドバット、背中からブッチャー、正面からレイキャンディ、ここで完全にジャンボ鶴田倒れました。そしてこっちのコーナーに持ってこられるんだからね、あれがいけないんです。そうですね、スコアの方は1対1ということになりました。
まだインターバルなんですけれども、ジャンボ鶴田の方が怒りの表情を見せまして、デイキャンディーにそしてアブダラドブッチャーに引っかかっていきます。両者を分けようとするジョー・樋口レフリー、非常に忙しいレフリングであります。おっとアブダラドブッチャーの試合が切れてまいりました。アブダラドブッチャーの試合が切れてまいりました。ちょっと清涼飲料水の缶がリングの中に投げ入れられました。3本目の勝負に入ろうとするところ、場外ではジャイアント馬場が待っております。場外ではジャイアント馬場が待っておりますが、今度は噛みつき攻撃に出ました。今ゴングを要請するジョー・樋口、さあ試合が始まりました。3本目、とうとう出血を見ましたアブドラド・ブッチャーです。出血を見ますとさらにエキサイトするバックドロップは鶴田、よく持ち上げたですね。よく持ち上げましたね、ジャンボ鶴田。ここで若さを一気に爆発させました鶴田であります。さあレイキャンディが怒りの表情、ヘッドバットで立ち上がります。返り血を浴びましたジャンボ鶴田の口元、相手はレイキャンディ一本に絞ったようです。さあ鶴田ジャイアンツ側に渡した大したもんだ、ありますね。さすがにこのシリーズ、最終目標は NWA の世界ヘビー級選手権待ってますからね、さあ日本チームチャンピオンチームスープラトン、ブッチャーが入る、スープラトン攻撃、ブッチャーが間に合うか、そのまま追いかぶさる、馬場も一本欲しいところ、インタータッグ選手権10回目、馬場、こっちのコーナーいけないね、ちょっと捕まりましたね、あっと間に合いました、まずいですよ、ブッチャーは場外だったんですけれども、のしのしと這い上がってまいりました、今日はもう、アブダラドブッチャーは地獄好きと、それからヘッドバット2本立て。このいいポジションを取ります。地獄好きの、ね、タイミングは実にいいです ね、 ちょっと神戸が垂れ下がります。さあキックで打ちまくります。ジェイアント馬場額に16問キック、キックを打ちます。ジェイアント馬場10回目の防衛は目前、なかなかいい攻撃だ。どうしても大台に乗せたいところ、最終を守り抜いて NWA の最高峰にチャレンジしたいジャイアントとバジャンボ鶴田。さあ行きました、ドリーファンクジュニア譲り、この連続エルボードロップ、スピードがあります、体も乗りました、重心も乗っております。さあここだ、大井かぶさったらどうだ、ここでレイキャンディー間に合いました。今のドリーファンクジュニアのような連続して打ちますこのエルボードロップ、いいですがね、今あ7回しっかりましたね、はい、アブダラドブッチャーは倒れたまま、しかしどこから手あるいは地獄突きを出してくるかは分かりません、油断は大敵であります。ここで血を抜いちゃいかんですよ、ダラダラと流れる血です、ダラダラと流れる血です。旭川市体育館であります、このチャンスを逃がしちゃいけない。そうですね、そういえばこの旭川市体育館ではこのアブダラドブッチャーはルーハース・ジョーンズと組みまして、昨年の7月の21日にテリーファンク、ディック・スレーター組とインターナショナルタグ選手権の挑戦者決定戦で戦いました。その時もディック・スレーター、それからテリーファンク組に敗れております。アブダラド・ブッチャーにとりましてはあまり験のいいリング上ではありません。しかしというのはいいパートナー、レイ・キャンディーといういいパートナーを得ました。さあ3本目の勝負、ジャイアント・ババー、そして16の脳天に胸を通り越して額に直撃、これはだった、このフォローをね抑えなくちゃいかんね、コンパクトが長いですからね、フォローを抑えなくちゃいけない、リングの中に入ってくると非常に早いですね、そうなんです、はい、だらだらと出血、ものすごい出血になりました。シカゴ決戦の時のようなすごい試合になりました。さあ旭川決戦、インターナショナルタッグ選手権10回目、3本目の勝負、このフォローをねとにかく抑えなくちゃいけない、このフォローはやはり試合をやってないじっと戦況を見つめているジャンボ鶴田がフォローに出なきゃいけない、さっきからそのチャンスを何度も逃がしてる、そうですか、はい、今度は果敢にも噛みつき攻撃、アブダラドブッチャーの額に顔を合わせました、バーッと返り血を浴びます、ジャンボ鶴田の顔面、すごい、すごい表情だ、すごい表情だ、インターナショナル選手権1回目、来週もまた行われます、2回にわたって行われるインターナショナルタッグ選手権、ちょっとアブダラドブッチャーの動きが、おっと、140キロ、186cm を持ち上げた、ブレンバッター、ブレンバッターを成功させました、ちょっと地で滑ります、レイキャンディがなかなか勝負に出ることができません、フォロー一辺倒になりました、アブダラドブッチャーの苦しいところ。さあここで満を持しておりましたレイキャンディーがここでやってまいりました。まだ過去タイトル歴はありません。
ランドの持ち主、アトランタのテレビチャンピオンシップに2回挑戦しただけ。しかしイーデスターです。大きく飛ばしてジャックリングにインパクト、顎の先端に命中、いわゆるガラスの上部、顎の部分が砕けます。そして人間風車か。さあ140キロをまたも投げるか。ウルタ踏ん張る、踏ん張りました。バックステップ、上がらないですね。ちょっと無理ですね、ちょっと無理ですね。ジェイアントママが今声をかけました。ジャンボ行けというような声をかけました。どうもあのコーナーに持ってかれちゃいかんな。また捕まってしまいます。3本目の勝負。あ、この両サイドから打つヘッドバット効きますね。効きますよ、あそこへもたれ込まれちゃいかんですな。たまらず本体のババがここで登場してまいりました。今度はレイキャンディがババに挑みかかる。そしてジャンボ鶴沢場外だ。ジャンボ鶴沢場外、放送席まで転がり落ちてまいりました。さあリングの中はジェイアントババがやってられています。二人がかりスープラトンの攻撃ですが、さあ場外に出ました。ジャンボ鶴沢めがけましてアブドラドブッチャーが飛び込んでくる。レイキャンディも飛び込んでくる。スープラトンの攻撃、場外でのスープラトン、ジャンボ鶴沢の死体割れたかどうか。まだ出血はありませんが、返り血を浴びまして、もう真っ赤であります。真っ赤になっちゃったね。返り血をして、もう真っ赤な状態。さあ場外ではジェイアントがレイキャンディを狙っています。今ご覧いただいておりますのはジャンボ鶴沢。さあ奥突進、ものすごい体当たり、遠くの反動を利用した体当たり、これは効いた。140キロ全体重を、そしてランニングを加えました。ものすごい体当たり、アブドラドブッチャーであります。ジャンボ鶴沢も場外で伸びていますが、ここでジェイアントババがフォローに行くか。相手はレイキャンディ、カウントが進んでいる、カウントが進んでいる。レイキャンディがジェイアントババを捉えている。さあジャンボ立てるか、ジャンボ立てるか。カウントが進む、カウントが進む。間に合うか、ババ間に合うか。今フォローに行ってきたがどうダメ。カウント点が入りました、カウント点が入りました、カウント点が入りました。さあ果たして公式な判定はどう出ますか。あるいはチャレンジャーチームの反則が取られるかもしれませんけれども、しかし今カウントアウトのような感じがいたします。どうやらジャンボ鶴沢カウントのようですね。おっと土井口が どうやらアブドラドブッチャーの手を上げるのか。おっとレイキャンディー、アブドラドブッチャー組の勝ち。ニューチャンピオンチーム誕生しました。やはりね、今こちらの優勢な時にですね、相手方のフォローをね、もっと警戒しなくちゃ嘘ですよ。その前にあのアブドラドブッチャーのあの突進力ですね。いや、これで完全にジャンボ鶴沢もう本当に場外に吹っ飛ばされましたね。いや、やはりね、私は甘さだと思いますね、カウント戦でとうとう入ることができません。ニューチャンピオン、ここで誕生いたしました。執念で勝ち取りましたアブドラドブッチャー、そしてレイキャンディー組です。黄金のチャンピオンベルトがニューチャンピオンチームレイキャンディーに、そしてジャイアント、いやアブドラドブッチャー組に贈られます。1年5ヶ月でとうとうタイトルを失いました。ババツルタ組タイトルを失いました。1年5ヶ月タイトルを保持しておりましたが、結局執念のアブドラドブッチャーレイキャンディー組にタイトルを奪われてしまいました。今ニューチャンピオンチーム誕生でございます。今3本目を取れていたんですけれどもね、実にちょっとした甘さだな、やわれ、私はそう思いますよ。日本テレビから勝利のトロフィーがアブドラドブッチャー、そしてレイキャンディー組に贈られました。嬉しい表情、アブドラドブッチャー、レイキャンディー、ニューチャンピオンチーム誕生。鶴田選手にね、顔を隠したんだけれども、失神してますね。なるほど、わかりました。まだ倒れたままですね。失神してますよ。いや、大変なことになってしまいました。まあ、1年5ヶ月、過去9回、もう本当に完璧なまでにタイトルを守っていたんですけれども、とうとうアブドラドブッチャー、レイキャンディーに取られてしまいました。今はまだ鶴田君、意識がないですね。まだないですね。完全にありません。そうですね。でこれはね、アブドラドブッチャーをね、抑えた時にですね、フォローカバーするようにしなきゃいけなかったです ね、甘さですね。しかしそれにしましても3本目の勝負の起点になったあの突進力は凄まじいですね。それも凄まじい、さすがねアブドラドブッチャーですね。バオさん、外傷の隣に落ちてこれで、まだ情報もよく分からないです。これみたいな、ババ選手もかなりですね、本当表情が暗くなってます。今敗れましたジャイアントババ、それからジャンボ鶴田組に松永アナウンサーが緊急インタビューを敢行いたしました。お聞きの通りでございますが、さあ敗れ去りましたジャイアントババ、そしてジャンボ鶴田組をせせ笑っておりますアブドラドブッチャー、そしてセコンドに入っておりましたビッグバット、それからビッグレッドあたり、いわゆるアブドラドブッチャー軍団がリングの中を占領いたしました。とうとうチャンピオンベルトを手に入れました。ババ絡みのタイトルですと PWF のチャンピオンベルトも取ったことがあります、2回目のチャンピオンベルトを巻くことになりましたね。そうなんですよ、
京都インターナショナルタッグチャンピオンベルトをものにいたしました。アブドラザ・ブッチャー、そしてレイ・キャンディ組です。おっと、今度はアブドラザ・ブッチャーがまたしてもどうやらどの選手を追っかけるんでしょうか。すでに全チャンピオンチームは控え室の方に戻っておりますけれども、さあどの選手を追っかけるんでありましょうか。馬場選手です。馬場選手を追っかけているようです。これはまた場外乱闘。またしても場外での乱戦が始まりました。レイキャンディーのピッチャーが2人ですね。そうですね。松永アナウンサーのそばからの緊急のレポートが入っております。松永さん続けてください。レイキャンディーとブッチャーが馬場をやっつけてます。すでに鶴田の方はですね、控え室の方に連れて行かれたんですが、まだ意識は朦朧としておりまして、かなり脳震盪ですね。脳震盪です。の今夜はタイトルマッチということで満員に膨れ上がっていたんですけれども、ゴーゴーたる大声援、いやちょっと大変なことになりましたが、しかし馬場鶴田組も押し気味に試合を進めただけに悔しいでしょうね。非常に僕は惜しい試合だったと思うね。とうとうタイトルを手中にいたしました。アブドラザ・ブッチャー、レイ・キャンディ組でございます。さて、全国のプロレスファンの